原久志之助近典ファイル全ハーいかなく今日も自負をもって打ち破らん。すべては上杉家のために。名を得かねてファイル。皆に寒い思いをさせたかもしれんが、今日は打って変わって、うん、熱い思いにあふれ返っておる。本当じゃの、うん、しかし気温だけが熱いわけではないの。本当じゃ。モノオルフの力、熱き魂、思いがここに集まり、そして皆で大成功に導こうというこの気持ちが嬉しい限り。オムラよ、はい、奥からぐーっと見てみよう。皆一様にマスクをつけ、そして感染症対策を施していただきこの催しをみんなで一丸となって楽しんでもらうと本当に嬉しいことじゃ。難しい世情、暑い中でマスクをつけてわしらを応援してくださり、皆様誠にありがとうございます。ありがとうございます。そして一つ聞きたいことがあるんじゃ。じゃ戦国パーク、まあ、2日目じゃな。南が楽しんでおるからちょっと聞いてもよいかな。拍手で答えてもらう。南は楽しんでおるか。いやいや嬉しいの。嬉しい限りじゃな。客人の喜ぶ顔を見たのもわしら実は久方ぶりなんじゃな。そうだな。わしら山形愛の武将隊結成以来12年じゃが、この戦国パークは今から4年前に初参陣とさせていただいた。しかし途中で帰ることになっての、あの時もその次の年もなんだかずっと雨に打たれた感じがいたし、故に晴れてる戦国パークが本当に数十年ぶりのような感じがいたすわけじゃ。新鮮なわけじゃろ、戦国パークで雨に打たれたことがあるというもの手を挙げてください。もれなくみんなじゃないか。これもののく力ねえじゃねえか。大丈夫か。いやじゃら、なことないなことない。そしてな、この戦国パークで一つ花開いたものがあるんじゃ、それは絆という花、ではなく、さくらんぼという花なんじゃな。ああそう思う、わしもそう思う。この難しい季節に水原殿見よ、さくらんぼって言った瞬間あの辺で拍手が起こった。お主ら支度は整っておるか。整っておるか。あい、わかった。じゃあちょっとだけ喋らせてくれ。この難しい時期にこの催し開催されたことをわしは心より嬉しく思っており、さらにはこの盛り上がりが日の本各地へつながっていくことと存ずる。いい話してんだけどブーブー言ってるけど大丈夫か。そのこの盛り上がり、出羽の国山形、6月に伝えていただきたい。そう、6月はあの真っ赤な宝石
さくらんぼの旬の時期じゃ。その季節までこの盛り上がりをわしらはつないでいかねばならぬ。はその盛り上がりをつなげるため本日この場でさくらんぼ体操披露してまいりたいと存ずるが、ありがとさんじゃ、ありがとさんじゃ。だがな、杉原殿、しかし旦那、全然聞かないな。我が山形愛の武将隊3名しかおらぬ。日の門を盛り上げるためにはわしら3名では力不足なれど、こたびは戦国パーク、日の門各地の名だたる武将方々がその通りさ、後に揃うておる。なればこそ援軍を大人見せねばならぬ。どうじゃ、お主の思いしかと伝わった。会場客人、援軍を持ってやってよいか。ありがとうさんじゃ、杉原殿。なればさくらんぼダンサーズ方々ご参集を。お願いいたす。お待ちくださいませ。ありがとうございます。さくらんぼダンサーズの皆様、拍手でお迎えいたす。ステージ前にもありがとう存じまする。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなにいたんだなと思うぐらい。そして近の人のなんじゃ、わしはの3年前のこの場所で一つ見そびれたものはあるんじゃ。見そびれたもの、そう。そして今回が最後かもしれん。うん、こたびなんで俺しかかもしれんじゃ。わかった、旦那。どういった、伝説のさくらんぼの木じゃな。なんでそんなところにいるんだ。今お主のために集まったようなもんじゃから。よし、こたびはさくらんぼ市勢の木が見られるということでの、うむ、このタイミングでお送りしてまいろう。あい、わかった。なれば会場の客人方々共に盛り上がってまいろう。踊れる者は踊って、わからぬ者は手拍子で楽しんでくだされ。おのおの方、準備はよろしいか。おー、あればさくらんぼ体操スタート。さくらんぼ体操始まるよ。ありがとうございました。ありがとうございました。力強いさくらんぼダンサーズに今一度大きな拍手をお願いいたす。お願いいたす。おい、お前まずいぞな。もうそろそろお役御免の時期ですよ。長い長い冬に入ります。春が来たらまた来ましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。前回ありがとうございました。ありがとうございます。楽しみを存じまする。まさむねは早く戻ったらいいんだよ。いや、会場方々、このさくらんぼ体操の歌詞にも出てきたが、
こ玉という言葉がござる。そして山形県でよく言うのがひこ玉つながろう。ひこ玉という方言はいっぱいしてにたくさんという意味なんだな。この会場で今わしら武将もそして客人方々もこうやってひこ玉つながってこれからも大いに日の本を盛り上げてまいりたいと存じます。これからも南の山形へのお越しをお待ちいたしております。さてこうしてにぎにぎしくさくらんぼ体操を送ったわけじゃが、武将隊には大切なお役目がござる。それは地域を愛し地域を発信いたすこと。わしら戦国の者の府は歴史の観点から地域の観光を担ってまいった。わしは思う、歴史とは現世を生きる者すべての物語である。故に受け継ぐものなければつながっていく歴史はないのじゃ。なればこそ現世を精一杯に生き、共に笑い共に苦しみ時には涙し、今を楽しむことが後世のものがつなげていきたいと願う真の祭りとなる。この戦国パークもまたわしら全国の武将がこの催しのようなイベントを開催いたしたいと思うておる。後世へつながることを切に願い、これより天の風を呼び演舞を披露いたす。山形愛の武将隊最後の演舞じゃ。共に盛り上がってまいろう。演舞天雷。ありがとうさんじゃ。この度は4名での参勤予定だった。しかし大切な旗振り役がおらんかった。わしとは仲が悪いが東北一丸となって頑張ってまいる伊達政宗公お願いいたす。この度は旗振り役の騎手のみを務めていただく。この旗には我ら武将一円の願いが込められておる。大いに待ってまいろう。天雷。
がとうございました。そして伊達政宗公、伊達政宗公、ありがとうございました。ありがとうございました。皆々、今一度大きな拍手をお願いいたせ。必ずやこの思い届かせたらな。そうだな。さて、祭りはまだまだ残っておるぞ。この横で明らかに元気なやつもまだおるからな。さあ、この後の戦国パーク、楽しんでまいろう。ありがとうございます。さらばこれにてごめん。さらばじゃ。さらばじゃ。どうぞ皆様拍手でお送りください。山形愛の武将隊の皆さんでした。どうもありがとうございました。旗振り役を立って出てくださいました伊達政宗殿も本当にありがとうございました。さて、ステージ上とっても豪華なさくらんぼ体操でしたよね。